はい、こんばんは、竹下敦です。今日はね、こちらの、グレコ製のレスポール、はい、ヘッドにはね、ギブソンのゴールドのペグがついております。メントリはね、自分でメントリをしました。でこれなんですが、今回ね、ダダリオのこちらのね、ダダリオ社の、ブライトトーンというね、1.0 から始まる、なんていうのかな、ニッケルワウンド、ダダリオ XL ですねを、貼ってみました。音の方なんですが、さっき貼ったばっかりなんでチューニングがね、しますね、はい、友人のね、物理に詳しい、友人に前回ね、ちょっと名前がすぐ出てこない、男性、柔らかさと、蘇生、破壊する方に、動く力ですね、でこれを男性域、要するにしなやかであり続けるのピークを超えると今度は、蘇生域に入るわけです。要するに折れ曲がってしまったところから力を、ゼロにしてもね戻らなくなってしまう、これを蘇生域と、呼ぶそうです。興味のある方はね、ミディペキアなどに、詳しく載っていますので、そちらの方をね見てちょっと勉強すると楽しいかもしれないです。このギターね、ちょっと今すぐ出てこないんですけど、どうやら1990年代だったかなの、グレコのレスポールですね。ちょっとびっくりしたんですけど、もともとはね全部ブラックだったそうです。裏側はねブラックなんですけど、このトップもねブラックだったものを、こういうサンバーストの仕上げにね、こう見えますか、ちょっとこうトラメっぽい感じになってるんですけど、これね、サンバーストに塗装し直したのか、剥がしてる最中にたまたまこうなったのかちょっとわからないんですが、僕の方で、ここね、穴を埋めて、埋め木っていうんですが、埋め木して、そして薄くラッカーで仕上げています。ラッカーはね結構どこのでも変わんないと思ってたんですが、朝日ペンさんのラッカーのスプレーがいいですね。ボディも自分で塗装しまして、ヘッドもねこの艶消しの、ブラックに塗装し直したんですが、すごくね、なんて言ったらいいのかな、こんなになんとなく音がいいんですよね。今リアのピックアップ使ってましたね。これちょっとびっくりなんですけど、リアでもちょっと
とトーンを絞ると今が8ぐらいなんですけど、10にしてあんまり差が出ないんですよね。なんでトーンは全開にしてるんですが、フロントだとそれぞれプレイスタイルによって変わると思うんですが、このイーターね、やっぱり09貼ってみたんですけど、なんとなくいまいちしっくりこなかったんですが、10貼ったら、ね、すごくいい感じになりましたね。マーシャルの DSL シリーズを使ってるんですが、僕はね結構やっぱり音として合いますね。はい、巻き方はね、普通にこれ何巻きっていうのかちょっとよくわかんないですけど、お茶の水 G クラブ東京さんで巻いてくれる巻き方で今回巻いてみました。結果ね、とてもチューニング安定しました。また次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。